はい、こんにちは。ビジネスバッグ大好きおじさんです。今回はビジネスシーンでも利用可能なとても軽量なボストンバッグをご紹介いたします。皆さんご存知でしょうか。ウプラというパリで生まれたブランドで、ウプラジャパンが幕開けのクラウドファンディングで支援者募集中の商品となります。今回特別にサンプル品をレンタルさせていただきましたのでご紹介させていただきます。その名も働く男を格上げ、ファッションのパリで生まれたウプラに日本技術が融合というキャッチコピーで紹介されています。もともとウプラはパリ初ということで、ちょっと調べてみたんですけれども、ルーブル美術館の前にねセーヌ川がありますよね。あのセーヌ川を挟んだ対岸にある場所に数年前までは店舗を構えていたみたいですね。以前パリに行った時にね、この辺りちょうど通ってるので、もしかしたらね通り過ぎていたのかなというふうに思います。現在は山梨に構えているウプラジャパンという会社のウプラブランドの商品です。こちら今ねくるくると回っていたのがその実際の商品なんですけれども、このボストンバッグの特徴は何といっても軽量であるという点と、あと個人的にこのサイズ感がとても秀逸だなと感じました。順番にね見ていきたいと思います。まず軽量という点ですけれども、特徴は生地です。この表面の生地ですけれども、ダブルツイルダブルプリントというナイロン生地を2枚貼り合わせたことで、1枚を薄くしながらも軽量で丈夫な素材になっています。このようにナイロン生地を2枚貼り合わせたことで軽量で丈夫な素材に仕上げています。このあたりの生地の生成貼り合わせの技術というのがウプラ独自になっています。結構貼り合わせると気泡が入ってしまったりね、経年経つと剥がれてしまったりということが起きてしまいがちなんですけれども、そういったところをクリアにしてしっかりと丈夫かつ軽量な生地で作られています。またこのようなナイロン材でできていますので、雨にも強く、ちょっとしたね小雨が降ったりした時でも水を弾いてくれますので安心ですし、型崩れもしにくい素材となっています。このようにデリケートな革でなくナイロンを用いることで、天候の変化とかね恐れることなく普段使いにぴったりなバッグになってます。どうしてもボストンバッグというと革などでできており、カバン自体が重くなってしまいがちですよね。例えばこのように以前紹介したボストンバッグですと、かなりもうヘビー級というかね重いですし、大きさも大きくなってしまうので、普段使いというよりはね旅行用といった感じになってしまっていて、普段毎日使えるようなサイズ感でのボストンバッグっていうのがそれほど出回っていないのが現実かと思います。今回ご紹介するこちらはボストンスリムといって3種類仕様があるんですけれども、その3種類の仕様の中でも一番軽量なタイプです。なんとなんと重さが、聞いてくださいよ、 397g というね驚きの軽さとなっています。非常に軽いです。もうね指1本でも持ち上げられるぐらいね非常に軽いバッグとなっていますので、このあたりはね軽いに越したことはないですけども、先ほどお伝えしたように強度もしっかりと保たれているというバッグです。ちなみに他にはこれより一回り大きいボストン L とボストン L とショルダーと組み合わせになった商品、そしてこのボストンスリムの3種類がラインナップされています。カラーはダークブルーとオフブラックとシルバーの3種類ですが、今回は一番ビジネスとマッチするのではないかというオフブラックをお貸しいただいて紹介しています。そして非常に軽量であるということをお伝えしましたけれども、次はサイズ感です。このボストンスリムのサイズですけれども、高さ 25cm、 幅が 37cm、 奥行きが 13cm となっています。一回り大きいボストン L でも高さが底面と上面で違うんですけれども、底面が幅 42cm で上部が 38cm、 奥行きがこのボストンスリムプラス 3cm の 16cm、 そして高さが 25cm というねサイズ感になっています。一般的なね大きいボストンバッグに比べると少しね小ぶりなんですけれども、その小ぶり感がとても使いやすいサイズ感になっているかなと思います。先ほど紹介したようなよくあるボストンバッグはね、旅行に行くとか出張とかもうがっつり詰め込んでいくぞという時にはいいんですけれども、毎日使うには大きすぎたり重すぎたりということで、本当このサイズ感っていうのはなかなかいいサイズ感、本当私がね欲しいサイズ感にぴったりなボストンバッグ、そして軽量ということで使い勝手の良いバッグになっています。では外観を見ていきましょう。ちょっとターンテーブルで、ね、今回転させていますけれども、このブラックの表面ナイロンですけれども、こう光の入り方とかですねシーンによって結構見え方が変わります。今撮影している条件ですけれども、
部屋の中でね、照明1灯焚きまして、LED 照明1灯焚いている状態です。そしてさらに、カメラにはね、フィルターをつけてます。CPL フィルターで反射を少し抑えるようなフィルターをつけて、テカリというのを抑えている状態で撮影しています。かつですね、それでも少し明るく露出気味ですので、露出をマイナス1ということで、少しね、抑え気味に撮っている状態です。どうでしょうか。だいぶね、見た目に近いような見え方にはなっていると思いますけれども、太陽光とかね、出るとね、反射の度合い変わります。では、ちょっと照明をね、切ってみましょうか。これで上からの光なく、外からの外光でちょっと逆光気味になりましたけれども、またね、こちら、どうでしょう。見え方変わりますよね。光が当たると若干グレーっぽい感じ、こんなカラーです。このあたりはね、なかなか写真だけでは分かりにくい点もあるかと思いますので、ちょっとね、こういった動画で回転して表情をお見せできると分かりやすいのかなということで試してみます。どうでしょうか。今照明をね、再度つけた状態です。そこまで派手じゃないので、ほんと普段ビジネス用途でも使えるかなと思います。もちろん休日のカジュアル用途でも問題なしですね。このように縫い目はすべて内側になっていまして、外側に縫い目が出ることはありません。このようにすっきりとした見栄えにこだわっているとともに、強度アップというところも貢献しています。このボストンスリムはボストン L とは少し仕様が異なっています。ボストン L にはオープンポケットと言いまして、ここにね、外側にポケットがあります。あとこれが大きな違いなんですけれども、この外側に鋲があります。このボストンスリムはこんな感じでね、もう生地だけなんですけれども、ボストン L は金属の鋲と、あと PVC の補強がありますね。このあたりが L とスリムの違いです。正直ですね、このボストンスリムにも床置きができるように鋲があってもね、良かったんじゃないかなと個人的な感想としてね、思います。そしてジッパーは YKK のジッパーで、しっかりとした取っ手がついています。そしてこのハンドルですけれども、牛革でできています。しっかりとしたタンニンなめしの牛革ですので、クロムなめしの安価な革と違って、しっかりと経年変化も楽しめる革になっていますし、こちらコバの処理もしっかりと磨かれて、そして黒く染色がされていますので、このあたりの細かい処理仕草っていうところもしっかりと作られているなというふうに感じます。そしてその経年変化なんですけれども、こちらが実際に6ヶ月使った状態のハンドルです。サンプル品とはいえ、ほとんど使われてない状態ですので、このようにしっかりと硬く張りがある今状態ですけれども、タンニンなめしの本革ということで、使っていくうちにこのように手に馴染んで、そしてツヤが生まれて、かつ結構柔らかくなります。かなりね、柔らかく使いやすく馴染んでくるような感じですね。ちょっと厚さはこちら3ミリ厚ということで、実際今のものとは違うんですけれども、このようにハンドルの経年変化、柔らかさも楽しめるかなというところです。そしてさらにこだわっているのが、今こちらサンプル品はこの革の厚みが 3.2 ミリ厚なんですけれども、男性が主に使うことを想定してもう少しね、厚くするそうです。そちらのサンプルがこちらです。見てください。上が 3.2 ミリ厚で、下が 3.6 ミリ厚ということで、実際の製品は下の 3.6 ミリ厚が使われるということなので、よりしっかりとした本革でハンドル部が作られます。このように 3.6 ミリ厚という本革、かつ経年変化により、このツヤ感、そして柔らかさが出てくるということで、しっかりとしたハンドルになってますのでご安心ください。そしてさらにこだわりを紹介していきます。このハンドル部分っていうのは一番よく使う場所でもあるんですけれども、その一方、痛みも出やすい場所になってます。そんな時にね、簡単に修理したいですよね。そういった要望にも対応できるように、非常に簡単な機構になっています。こちらこのね、部分、この部分を外した状態ですけれども、見てください。こんな感じで後ろで2本ネジ止めされているだけのね、非常にシンプルな構造になっていますので、例えばこのハンドル部分の革が傷んだりしたとしても、後ろからネジを外して取り出すだけという非常に簡単な機構になっています。ですのでハンドル部分も実際このようにね、穴が2つ開いているだけで、この穴にこのネジを外して通して
ここを通して裏からネジ止めするという簡単な機構になっています。複雑な機構で修理にお金もかからず、こういったシンプルになっているのは非常に嬉しいですし、簡単に取り外しができますので、例えばねオリジナルでヌメ革使ってね自分で作ってみたりするっていうのもありかなと思いますし、別途販売も予定しているということです。こういった継続的に使えるという点にも配慮されたサスティナブルな点も良いですね。このハンドル部分はちょうど良い長さで、男性で肩掛けも可能な長さになっています。では気になる内部を見ていきましょう。パッと見この赤い裏地が目につきますけれども、この裏地の色は外のカラーによって変わります。オフブラックの場合はこのようにレッドですけれども、シルバーの場合はオフブラック、ダークブルーの場合はターコイズになっています。中がねこのように非常に見やすいですね。このように色が入っていることで中のものが非常に見やすくなっているかと思います。そしてこのようにポケットがあります。ジッパーがついたポケットがありまして、ここにお財布とかスマホとか分けて入れられるようにはなっています。このようなサイズ感ですね。こんな感じのポケットがありますので、ドーンと中に一つの収納部があるだけでなく、このポケット結構大きめのポケットがついていますので、小分けするには便利かと思います。ちょっと見えにくいですけれども、このようにサイドにもちょっとしたポケットがあります。そして面白い点ですね、こちら補強と合わせてこのように、デザイン性も兼ねていると思いますけれども、ナチュラルロシアンオークの板が採用されているっていうのは面白いです。これね木の板なんですよ。はい、このような感じの薄い木の板がこのように取り付けられてまして、先ほど紹介したハンドル部の金具の部分のネジがねこのように板で補強ということでハマっています。逆に反対側は先ほどのポケットの部分がこのようにネジのね、補強になっているんですけれども、こういったね木が入っているっていうのはアクセントになって非常にいいですね。そして収納部分を見ていきましょう。便利なのがこのバッグと一緒にねこういった PC ホルダーというのがついてくるんですよ。これねしっかりとした厚紙で PC ホルダーなんですけれども、こういったマチが広いタイプのバッグっていうのは悩みどころはパソコン等を入れるとね安定しないというところですね。パソコン等を入れる、スリーブケースに入れたとしても見てください、こうねかなりマチが厚いので、こうグラグラっとしたり、こう倒れてしまったりね、このように片方に寄ってしまったり、コンパクトなモバイルパソコンだとなおさらこんな感じでも寝ているぐらいの状態に倒れてしまうっていうのが、こういったマチが広いバッグの場合の難点です。そんな問題を解決してくれる PC ホルダーが付属しています。どう使うのかと言いますと、ここにね隙間がありまして、簡単です。ここにこのようにラップトップを挟んでくださいというだけですね。これでも自立しますので、このアイデアはなかなかいいですね。この箱ごとこのカバンに入れると非常に安定してパソコン持ち運べるというのと、あとここにボックスがありますので、例えばこれヘッドセットとかを入れたねこういったポーチを入れたりですね、あと私の動画でよく登場してくるこういった小物のポーチですね、小物入れのポーチが、実はねこれこんな感じでぴったり入りますので、中を見ますとこんな感じで非常に収まりよくパソコンも自立しています。こちらですね、パソコンはサーフィスラップトップ GO なので13インチですかね、13インチのパソコンがそのまま入ります。で、MAX ね、15インチの MacBook Pro も入りそうですね。使うときはこう取り出すだけですね。非常にお手軽。こちら15インチの MacBook Pro です。MacBook Pro ですけれども、このように、ほんとぴったり、ぴったりですね。ジッパーも閉まりますね。はい。ボストンスリムでも、このように15インチの MacBook Pro がちょうど入るようなサイズ感になっています。このような PC ホルダーにもしっかりと挟まりましたので、こんな感じで自立する PC ホルダー付属してますので活用してみてはいかがでしょうか。もちろんですね、このような PC ホルダーを使わなくても他に荷物があればパソコンはね挟んで置くことができますので、例えば私が使っているこのようなイルビゾンテの、はい、クラッチバッグですね、ここにいろいろ入ってるんですけれども、このクラッチバッグをこのように丸ごと入れますと、パソコン自体はこの隙間にこんな感じで入れることができますし、さらに先ほどの小物ポーチ入るかな、あ、入りますね。すごい、やっぱねボストンバッグのメリットっていうのはね収納力ですよね。そしてさらに、はい、このようにヘッドセットのポーチも入りますので、こんな感じでいつも私がリュックで紹介している荷物が全部入ります。
ぴったりといった感じですね。これより大きいボストンバッグになってしまうとかなり余白というかね、無駄な空間が生まれていますので、このサイズ感が本当気に入りましたね。ハンドルもしっかりとしていますし、何より本体が軽量なので、はい、中がね結構重さがあっても楽々持ち運びますし、このようにね荷物を入れて引っ張り上げても型崩れがそこまで起きないですね。どうでしょうか。はい、この部分が少しねこのように吊り上がる感じはありますけれども、極端にこう引っ張られて型が崩れるみたいなところもないので、だいぶ重いもの入れてますけどね、これはいいと思います。こんな感じで私が普段仕事で持ち歩いている荷物、すっぽりと綺麗に収めることができました。ジッパーを閉めてみましたけれども、はい、このように大きな型崩れすることなく、綺麗なシルエットしてますね。どうでしょうか。このように開口も広いので中の見通しも非常に良いです。ということでいかがでしたでしょうか。今中の荷物全部取り出した状態です。先ほどは中に荷物入っている状態でしたけれども、このように中の荷物取り出すと少し違った雰囲気になるのではないでしょうか。こちらのねこういった感じも参考にしていただければと思います。ただね、中取り出してもこのようにしっかりとした生地ですので自立するんですよね。ちゃんと自立するというのは普段使い勝手において大きなポイントかなと思います。ではまとめます。とても軽量でかつちょうど良いサイズ感、そしてしっかりとした容量を持ったウプラのボストンバッグです。派手すぎずさりげなくオリジナリティを出せるシンプルな仕上がりになっているかなと思います。また商品自体は良くてもクラウドファンディングというのはアフターフォローが心配な点ですよね。しかしハンドルがしっかりと交換できたり修理も行ってもらえるということですので、こういった特に古くからあるブランドというのは安心かなと思います。長く使えるサスティナブルにも配慮されたウプラのボストンバッグ、気になった方はぜひ支援してみてはいかがでしょうか。クラウドファンディングの特性を理解して参考にしていただけますと幸いです。最後私がね持った状態をお伝えして終わりたいと思います。では今回もご視聴いただきありがとうございました。